あの伝説の模試が復活皆さんこんにちはレックセン2講師の根本です昨年度できなかったあの模試が今年は帰ってきます具体的に言いますと帰ってくるのは実力診断模試というものです年末に行われる模試が今年は実施されます なんでそれが前説かって値段は実は一定の要件クリアすると1000円なんです1000円でこちらいろんなことができるんですよ一つ一つ説明していきますまず一つ目1000円でベックの模試が受けられます レックの高品質の模試。本試験と同じレベルの模試のものが1000円で受けられます。高クオリティな問題演習ができる。そして、記述も2問つきます。1000円で記述2問っていうのはなかなかいいですよ。不等法1問、小等法1問です。また、択一問題。まだマイナーまで終わってないよって方が多いと思います。今回聞く模試は、ここは主要科目だけを聞きます。 1000円で今の位置が分かるんですこちらもしですから当然ですが成績表が出ます受験です重要なのは自分がどこまで満足したかではなく自分の立ち位置です自分がいくら満足しても下の方にいたら全然間に合わないんですよ足りないんですよ一方自分でままだまだ足りないって思っても 成績上位にいるんだったらそれはそれでいいんです。今の位置を知るってことが受験においては重要です。また、合否判定も出るようにしています。成績が出ます。やったぜっていうこともあれば、ああってこともあるでしょう。別に、今だったら別にこれでいいじゃないですか。 あと半年あるんですもん。これが分かれば、こっから半年頑張ろうって思えるんです。ぜひその今の位置を確認するためにも受けてください。次。自宅で勉強してますよね。ぬるま湯になってませんか 模試を受けに行きます周りに人がいますピッってなるんですよ緊張感が味わえるんです普段の学習のメリハリに絶対になりますこちらレックの各本校で実際にこちら実施されます本校によって実施する曜日が違いますですのでそれは各本校にお問い合わせください で、最後です。この1000円の模試で、こっからの学習方向が決まっていきます。具体的には、私、えこちらウェブ公開講座の方で、この模試のところで、この問題ができた方、これぐらいの点数の方、これが落とした方、こういうとこが足んないよ、こういう勉強がいるよ、ってことを指示していきます。この1000円の模試で、 学習方針まで決められます。ということで改めて今回のこの実力診断模試4つのメリットがありますしかも何度も言うようですが一定要件クリアすればそれが1000円でできるんですぜひふるってご参加くださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました